レイとヒデの狙ってる子がブッキングしたんですよ。ガラガラガラって、いつものように、おい、ヒデって開けたら、正座してるその女の子が。よし、行こうか。いやいや、よし、行こう。絶対や。え3、2、1。レイ君と同じ女、奪い合おうとしてた。それ俺に言うね。知らんしんなもん。めっちゃ喧嘩欲しいよ。めっちゃ笑ってるやん。まあ、レイ君はい、お疲れ様です。お疲れ様です。久々に。職員飯っていう、まあ、現場の近くのバーミヤン。はい、まあ、まあいいわ。今日久々にじゃあタケの現場来て、ちょっとなかなか現場はちょっと大変かったので、ちょっとどうか怪奇現象の追求したぐらいですかね。まあちょっとヒデ君の盛り癖あるかなぐらいかな。最近の、うん、何笑ってんだよ。新しく入った新人社員がヤバいっていうサムネやってるから。あでもあいつ確かに盛り癖多いよね。なんかしゃべってやったやった詐欺って、はい、すぐあいつやったっすよ、ね、とか言ってあいつ書いたっすよっていうやつの若い時おりがちだよね。そすぐ報告、ちくいち報告してくれるんですけど、うん、どこまでが本当かわかんないですよね。うんうんうん、何の本当なんかの表紙で、ヒデが入ってきたタイミングで、レイとヒデとスナック行きましょうよ。もともとは多分、レイが推してる女の子なんです。ああ、レイのお気に入りの女の子は、僕で、うん、行っていいのそれ。行った先で、多分、レイとヒデの狙ってる子がブッキングしたんですよ。気まずいな。あ、うん、あ、取り合いや。ブッキングして面白がりだぞ。誘ってた張本人 そのレイが、うん、多分女の子から連絡来たんでしょうね。ちょっと抜けますと、うん、申し訳ないですけど抜けますっつって、お金だけ置いて抜けちゃったんですよ。そしたら多分ヒデはよっしゃ今のタイミングじゃんみたいな感覚でグイグイ行くわけですよ。うん、あれがいなくなったあいつやらしいな。グイグイ行くんですよ。それまでは2人してグイグイ行ってて、うん、ちょっと牽制し合ってるみたいな、あ、そういうこと、2人とも狙ってるみたいな状況だったんですけど、うんうん、レイがいなくなった瞬間、おいおいみたいな、うん、もう俺の女だろみたいな、うんうん、グイグイ感で、うん、その行ってたんですよ。でそんなに可愛いのタイプがあったんかな2人の。というか、まあ、妥協でしょうね。何妥協って、うん、やばいやばい。どういう妥協？炎上するよ、炎上。こいつ行けるなみたいな。その中で、まあ、一番いい子みたいになっちゃった。まあまあ、多分そういう感じで捉えてもらえれば。行けるなみたいな。あるよね。たまにそういうのあるよね。その女の子、ベロッベロに酔わしたわけですよ、行けば。うん。うん。ベロッベロに終わった後。うん。解散しますかってなった時に、うん、ヒデが、うん、じゃあ僕先行くんでとかって言って女の子、うん、はい、お、帰って行ったんですよ。すごいね。で、めっちゃ笑ってるやん。まあ、いいか。で翌日朝、うん、まあ多分レイは用事を済ませて家に帰ってきますと。で、仕事の支度して、うん、レイも用事を済ましたから、女の力なんか取ったから多分そうです、まあ、そういうことだよな。そうです、うん、で、支度を終わらせて、うん、ヒデが多分起きてないのかなと思って心配になって、うん、同じ部屋住んでるんですよ、朝2人やな。ガラガラガラって、いつものようにおい、ヒデって開けたら部屋正座してるその女の子が女の子が正座部屋の角でおうおう正座してると、レイからエッジじゃないですか、うんうん、うう俺狙ってたのに、みたいな。どういう状況みたいな。ああ、いや、女の子俺の人だよ。知らなかったか。やべえじゃん、吉野場所じゃん。でも、知らなかったわ。姉が狙っとる女やろ。二人取り合ってた子やろ、初め。そこに関しては、その、レイそんなにあんな、その、プライドないみたいで。うん、まあ、連れてきたやんか。もう、お前やったやん。出勤の間に、レイが、うん、え、やったのみたいな。そしたら、やりましたよーって、うん。やっちゃいましたよ。はい、ゴーゴーしてたらしいです。で、僕も出勤して、うん、僕も気になったんで、その、うん、持ち帰ってるのを見てるんで、うん、
昨日どうだったんですか、うん、やりましたよみたいな、うん、息巻いてて僕なら余裕ですよみたいな、いそう、いそう、息巻いてて、ああそうなんだとかって言ってて、また後日レイが行ったらしいんですよね店に、はい、うん、その狙ってる子をまたレイが持ち帰ったらしいですよ。また持ち帰ったの今度？今度はレイが持ち帰った。そんなも大変だろよ。まあみんな連れてないよこれ。それちょっとその店教えて。俺もちょっと呼びに行くわ。レイはずっとその星座が懸念してたもんで。え？その星座の出来事がその頭に残ってて。ああ、ああなんで？ああ。ヒデとやったの。なんで星座してたの？って聞いたら、うん、その女の子いわく、え、やってないです。うん。え？え？ってなるじゃないですか。やってないの。うん、え、なんで やったんじゃないのって言ったら、いや、私が正座してた理由は部屋が汚すぎて、うん、やる気も失せたから一番綺麗なとこで縮こまってましたと、まあ、部屋の角の方綺麗だなそう、ずっとネジなマジでそんな綺麗なんじゃないらしいです。マジか、なんで、うん、っていう出来事があって、うん、このヒデの言ってることも嘘だし、あいつの部屋が汚ねえだなっていう、うん、ちなみにレイ君はその女のことはやったって言ってんの、その持ち帰って。ちなみにそういう女のことやろうと思ったけど生理だったのでできなかったらしいです。それはちゃんとレイは認めたんだ。認めた、やってないです。使っていいの、それ動画使っていいのこれ。今日の夜にでもちょっとレイ君の部屋と見に行きますね、ヒデ君の部屋。あ、レイの部屋はとりあえず部屋チェック行きます。部屋チェック、部屋チェック行くか、抜き打ちな、とりあえず決めようか。了解です。何処理してね。了解です。じゃあ視聴者の皆さん、二階堂城の下には人権がないのか。はい、お疲れさーん。よし、行こうか。行こうか。どこ？え？社長？社長忙しくてこれ出ないよ。あ、そうなんです。うん、はい、抜き打ちヘアチェックよし、行こうか。よし、行こう。いやいや、よし、行こう。絶対嫌や。え、なんで僕なんすか。心当たりない。いや、だって僕まだタンス着てないんで。うん、めっちゃ汚いっす。いや、汚くていいよ。嫌ですって。汚くていいよ。ダメです。そういうのはいいよ。いいよ。じゃあなんでレイ君、え、どっちかいてたら部屋入れるか、どっちかでよかった。うん、なんで部屋になるか心当たりある？あります。ある。はい、到着、よし、3階行こうか。来ちゃったよ。ちょっと電気つけたものって、え、綺麗やん、入り口。俺、ここに段ボールいっぱい置きっぱなしにしてるけど。はい、これが、とりあえず、とりあえず、もうこっちモザイクなんですね。はい、これが、とりあえず、ここどっちの部屋？やっぱりの共用、共用部分ですよね。うん、え、こんなような、え、全然綺麗じゃない？まあ、汚いっちゃ汚いけど綺麗じゃない？今日の主役の部屋がこっちに。今日の主役の部屋が、いやマジで勘弁よ。あ、こっちだ。あ、こっちなんですよ。マジで知らなかったまんまなんですよね。日が来までさ、3、2、1。あえマジで。あ、電気つけたものっていい？電気ないですもん、この部屋。ああ、そういうこと。え、マジで？問題は、仮方からいきますか。うん。俺の貸した作業着どこ行った？あ、え、どれ？俺の作業、まず作業着回収しよう。作業着一式どこ行った？あとここに置いてあるんです。ちなみにもう1週間以上経ってます。うん、なるほど、聞いてた通りや。これはちょっと説立証じゃないか、これ。ヒデ君、説立証されるぞ、これ。次、第2の説。第2の説っていうか、いや、座ってほしいな。座ってほしいな。こっちにしましょう。いやいや、こっちに座ってほしい。いや、暑いね。ちょっと正座して座ってもらっていい？そう、心当たりある？正座して座る、心当たり。大工座りか正座。俺はレイから聞いた。僕から
ちょっとヒントあげようか。なんかレイ君と同じ女奪い合おうとしてた、落とし合おうとしてた、うん、金ですか。二十歳の子この顔、この顔、この顔待ってた、この顔待ってた。え、その女の子はどこに正座してたんですかね。体育座り。体育座りか正座してた。あ、そういうこと。どこに。あ、ここだった。あ、そこですか。うん、ここに隅っこに座ってたんだ。隅っこで体育座りしてたと。うん、で、本当にちょめちょめはしたんでしょうか。本当にちょめちょめした。これだって絶対放送しちゃなあかんっつってマジで嫌なんですけど。だって僕女関係で今やばい。あ、今やばい。やばいんだよ。再来月ぐらいここ引っ越すっす。なんで女から見に。そいつと、あの、そういうので。あ、彼女できたん。それまずいやん。だから押すよ。これボツになるやん。で、一緒に住むって話になって、うん、その女関係の話をすると引っ張られる。まずいやん。で、レイに電話してみる。レイに電話してみる。レイ君も知らんのっす。じゃあ、言ってない。そりゃ、言ったら面白くないだよ。もう、あ、スピーカー、スピーカー、スピーカー。早く帰ってこいって言われたっすよ。あの、ヘアチェックやったっす。俺は分からんよ。俺もだって今さっきそれした。それ俺に言うなや。知らんしんなもん。なんで？まあ言う。電話切るぞ。え？どっちが年？え？同い年ぐらい？めっちゃ喧嘩欲しいって言われたっす。なんで？なんで、なんでそんなんで俺が早く帰ってこいだって言われなかったんだよ。あ、そんなタイプなんで行く。そういうタイプらしいです。帽子も 見方によってはセクシー。ああ危ないです、それは。ヒデ君はプレイボーイとことで。プレイボーイだけど、部屋がいつもなく汚いという。あれは今までけど汚い。で、これは使っていいんかな、女と住むっていうのは。それはやめてください。なんで。まだいろんな女に行きたいじゃないですか。らしいです。ここ使ってください、逆に。ああかん。まあ、若いから遊んでな。仕事も一生懸命頑張って。遊びたいんで。うん。もう、女と住むって感じ、すごいもん。ピシッて。チキッて。勢いある、ヒデ君。面白いですね。最近 YouTube いっぱい出て。これからもヒデ君の活躍に期待を込めてチャンネル登録、いいね、コメント、コメント、怖え。ヒデ君のことがタイプな方はインスタグラムからメッセージ、ぜひフォロー、うん、お願いします。せーの、また見てね。